で来た子がなんかマネージャーにアコついてってバーってついたら、はい、なんか見たことあるって言われて、おうおうおうんみたいな、お僕全く分からんし、はい、俺結構顔覚えるタイプやから、はいはいはい、どれやこいつと思ったら、はい、あ、分かった、ニコ生で見たい人や、おお来たじゃないですか、えみたいな、はいはい、え、見とるんやみたいな、でもうそこでそこでめっちゃなんか話、まあ大した弾んだわけでもないですけどなんかほんと普通に芸能人見るみたいな感じで緊張するとか言ってて、そうですね、でも逆そこまでと思って、逆になんかこうニコ生見たって言って、あのえこんなんなんだってちょっと引かれたらちょっとビビりますよねクオリティそんなもんなんだって言われて、あの俺はあの生のがかっこいいって言われてちょっと嬉しかったです、普通に、ありがとうございますって言って、でも本当になんか今までこう LINE の ID とか載っとるじゃないですか、はいはいはい、で全然 LINE とかも来んし、あ、そうだな、来たことない、うん、もうなんかコメントしてる人全員桜なのかなって思うぐらい生がかっこいいってちゃんと入ってる。いや、なんか何人か、お、まあ何人おるかは知らないですけど、うん、そのコメントしとる人が、はいはい、見とる人も何人おるかよくわかんないですけど、そうっす、まあ、早く夏終わってほしい、暑いっすよね、最近、いや夏は終わってほしくないよ、マジっすか、大好きですね、これ俺も暑いっすよ、夏、逆に秋とか春の方が好きです、なんかでもだって楽しくはないですか、何どういう質問どういうもってどういうこと、あ、自分をじんわりといじめるのが俺は川行きましたけどね、俺なんか先輩に行こうって言われて行ってバーベキューして、でもなんか川の方が良くないですか、なんか変にしょっぱかったりとか、あの髪とかバキバキになったりしない、まあまあまあ、ね、なんかこうすごい流れてるとこがあるんですよ、こうおお滝じゃないけどなんか何ていうんですか、こう分かんないですけど、はいはい、でそこでこうなんか渦になっとるとことかあるわけじゃないですか、はいはい、でなんかこう手前らへんにこうなんか岩場みたいなとこがあって、はい、そこをこう飛び込んだりしてたんですけど、すっごい吸引力で、ですか、溺れた人いなかったですか、あ、なんか一緒に行った人飛び込んだって溺れてましたシャーって、いや進もう進もうとか、やばすんげー泳いだるに全然進まんみたいな、え、魚とか釣れるとこですか、あ、なんか変なおっさん釣ってましたね、おーいいな、なんか魚釣ってそのまま焼いて食べるのいいですよね、あーね、うん、でもさばいたりできないんで、あ、そうなんですか、
代わりにこんぐらいのステーキ食いましたね。おー、すげー、海賊みたいな、ワンピースみたいな食いましたね。おすごいっすね。スイカ割り俺もやってないの。スイカ割りって言ったらやったことないんです。スイカは割りはやらん方がいいと思う。なんか場所によるけど砂とかつくし、うん、あ、そうですよね。テル酔っ払ってる。あ、少し酔っ払ってます。しょうもないな、テル酔っ払ってる。ステーキとハンバーグどっちですか。ステーキでしょ、それ。マジですか。俺チーズインハンバーグとかそっちの方が好きなんですよね。それチーズが好きなだけなんじゃないですか。いや、あの中からこうじわって出てくる感じが好きなんですよね。素潜りしないですよ。てか、スイカなら、うん、ぜひ11日にうちに来てくれれば。お、スイカ割り？そう、なんか定期的に俺はなんか男祭りっていうイベントがあって。そうなの。そう、なんか従業員がこうチーム対抗っていうか、はいはいはい、で、こういろいろ競技みたいなやるんですよ。運動会じゃないですけど、なんかで、それの出し物でスイカ早食いっていうのがあって、あ、僕のお店はブレスっていうお店です。ネオンブレスっていう店なんですけど、あの志村けん並みの人。ああ、そうそう、そんな感じでやって、まあお客さんにもスイカを配るっていう感じらしいんで。うちの店今日なんか夏祭りイベントでなんかチャームでフランクフルトとかなんか出てきたりとか。あ、なんかでも夏祭りみたいな感じです、俺らも。浴衣でやったり、ジンベエでやったり、なんかこう夏にちなんだ服装でやるみたいな。俺らのチームはあの虫捕り少年なんですけど、あの白いタンクトップと短パンと虫かご持って、網持って。お酒とか作るとき大変じゃないですか、網持ってて。網はもうなんかどっかこの辺にこう置いてくるみたいな。でも面白いですね、これ。みんな多分浴衣とかなんですけど、俺らは虫捕り少年で麦わら帽子かぶってね、やるつもりですけど。虫やん。スイカ早食いが俺なんですよ。マジですか。競技出るのが。自信ありますか。いや、なんかこの間、リハーサルみたいなのでやったんですけど、はいはい、すっげーしんどい。あれ結構食うとき、あの志村けんのやつは結構薄いんですよ。あ、なんかガラガラって終わるんですけど、俺らのとこすげえごついんで、こう、うわーっていけるんかなと思って、その練習のリハーサルもうわーって、まだあるなみたいな。やべえなこれと思って。それ動画で撮ってきて。お、いや、だから動画じゃなくて来てくれればいいんですよ。あ、それが多分早いです。なんかホストっぽいこと言ってますけど。いや、ホストですからね。そうですね。こうガーッ食って、で、うわー、ごちそうさまですって言ったら、なんかあの赤いとこ残ったから、そこ全部食べてねって言われて。来店してから、京介さん、部屋目、寝癖。寝癖もそんなついとるわけじゃないですけど、今日。部屋目ではないです。でもなんか、後ろの方が結構部屋目っぽいっすよね。逆に。すごいっすよ、でも。最近なんか色が色なんで、あー、まあ、起きたらあの新宿スワンの白鳥達也みたいな。リアルに出る。今持ってるグラス一気して。マジっすか。いただきます。でもすごい寝起きなんですよ、リアルに。起きたのが半とか。京介さんここなんか俺今日一人かなと思った。一人で。それはないですよ。びっくりした。ナイス、ありがとうございます。体験なんか、テルのみなんかみんな、うん、いじり方を分かってきたみたいな。そうですね。最近なんか店の初回のお客さんと姫のところについていじり方がわからないって。京介さんどこですか。おい、石川ですよ。石川何ありましたっけ。なんか有名な食べ物とか。有名な食べ物、なんかこれといってっていうのもないですけど、海鮮とかは意外と。そうなんですか。
石川の方言めっちゃ強い、方言、俺でもどっちかっていうとどうかな、なんか兵庫に住んでたんで、あーなるほど、関西弁、そう、まあエセなんですけど、うん、ちょっとこう混じりつつ石川弁みたいな、なんかよくわからんような感じなんですけど、俺もなんか、俺は北海道行って兵庫県行って秋田なんで、なんかたまにいろんなとこ混じった方が、なんかそうそうそう、ごっちゃになりますよね。そう、兵庫の方言ではないんですよ、なんかあのずっと3、4年ぐらいずっと仕事してて、西の職人がみんな集まって、いろんなとこ、福岡もそうですし、まあ、大阪とかも関西の人とかすげえいたんで、めちゃくちゃで、女の人でなんか好きな方言がどっちかっていうか福岡の人の方言好きなんですよね。何々するたいみたいな。そうですそうです、うん、なんかめっちゃ色っぽいな、色っぽいんですか。京都とか色っぽいかなと思ったんですけど、なんかすごいあの連れてってもらったりしたんですよ、京都のそういう飲み屋さんとか、はいはい、なんかすごいなと思って。そうですね、京都の広島弁を聞いたことないんですよね。広島弁ってどうなの、何々するじゃけみたいな。あーそれか、それとも君石川弁も結構すごいですけどね、インパクトで言うと。ああそうなの、何々するがいやーとか、するがいやー、東北弁、東北弁、うん、でも東北なんか上の方行くと口悪くなってくるんですよね。そうです、なんか喧嘩売ってないのに、あの喧嘩売られる、なんかあの関西弁ってそういうのあるじゃないですか。ああ、なんかその雰囲気というか、そうです、そうです、それよりなんかさらに上行く感じで、何言ってるか分かんない。それはもう日本語じゃないんじゃないの。あ、なんか面白いのみたいです。あの俺一発ギャグとかじゃないからね。あ、前回やってたの言ってた滑らない何でしたっけ、丸々の話。あ、じゃあ俺なんか昨日もお客さんと話してたんですけど、はい、じゃあ許せない話していいですか。昨日なんかこうヘルプでもう喋ってたんですけど、はい、ロンティーの存在意義が分かんないですよ。あ、なんだロンティーって、なんかまあそうですよね、あんまりこうあれ意味なくない。そうですね、なんか暑いか寒いかよう分からんっていうか。確かにそうですね、なんか半袖で よくない、あれ。そうですね、なんか白のあのロンティーとか着てる人を見るとおじいさんかと思います。いやもう、でもロンティー存在がもう意味の俺が一枚持ってないんですけど、ロンティー。だからなんか寒いなら上羽織ればいいし。確かにそうですよね。で、そう、暑いなら脱いで半袖でいいと思うし。なんか俺が下タンクトップなんですけど。あ、そうですよね、多分そうです。でも冬は、あ、でも冬ってでも何でしょう。で冬は別にだから半袖に上にジャケット着ればいいし、どっちみちお店行けば暑いんやから暖房で、でこう脱げばこうちょうどいい感じになるわけよ。俺のなんか友達とか、あの秋田の方ってめっちゃ寒いじゃないですか、なのに秋田生まれの人って半袖で普通に出歩いてる人とかいる。だから半袖で十分なんですよ基本的に。冬っすよ、秋田の冬やばいっすよ、マイナス何度とかのとこで。いやそれちょっとビビってるだけですよ温度に。いや上に着ればってか、まず、はい、なんかこうあるじゃないですか、こうなんか、ああまあまあまあヒートテックとか違うんですよ、なんかこう、はいはい、T シャツでこう柄を見せるみたいな。ああそうですね、ロンティーである意味がないし、すごいそこがわからん、ロンティーって何みたいな。ヒートテックはロンティーに入らない。ヒートテックはインナーなんでいいんじゃないですかね。結構ガバガバですけど。いやでも北海道は やばいっす。あ、俺もうあの職人やった時北海道も行きましたけど、え、全然大丈夫ですよ実際。言うほど冬場に行きましたけど、言うほど寒くない。なんかでもあっちの方って海とか近いんで塩水でこう、あの塩風で結構こう下とか
固まってツルンツルンになるんですよね。でも両方寒くないですよ実際。でもどっちっていうか CM で、じゃあ京介さん首で、じゃあ、どうしよう CM 後花火もまだ行ってないし。花火ね。そうそう。花火。なんか、はい、男祭りあれありますか。線香花火どんだけ耐えれるかみたいな。で一番あの耐えたやつが、はい、やつやりますけど。花火なんか。はい、じゃあなんか俺田舎なんですごいどこでも花火できたんですけど。あ、確かにそうですね。田舎の方行けばなんか結構なんか意外とやらないっす。あ、そうっすよ。なんかドラム、あのアルミ缶の中箱に爆竹とか入れてやりました。200円とそんな危ないことしないっすめっちゃ面白いっすよ。あれどっちかと俺はなんかこう七輪で3人ぐらいでバーベキューを毎日のようにやってました。うえーす。なんか連れの一人が鮮魚店で働いてて、あー、なんかもうすごい海鮮とか持ってきてくれるんです。でなんかこうサザエとかをこう焼いてビール飲みながらみたいなのは毎日ね。なんか田舎なんでも全然公園とかで苦情とか来ないんですよ全然。でも逆に七輪持ってるのすごくないですか。七輪なんてあんなもんホームセンターで1000円ぐらい売ってますからね。そうなんですか。で七輪やと結構あの炭の持ちいいんで、こういう形でなってるんで、こう下の炭入れるとこが少ないんですよ。はあ、そうなんですか。だからちょっと炊いた瞬だけでも結構長持ちするんで。へえ。俺もうミスターアウトドアって言われてた本当に。テントとかも全部持ってましたから。すごいっすね。男5人ぐらい寝れるぐらいのでっかいテントとか。俺小学校以来キャンプとかしたことないっすよ。いやもう楽しいですよキャンプとかバーベキューとか。バーベキュー行きたいんですよ。バーベキューはもうね楽しいよ本当に。あれはあのバーベキューのスタメンなんですか。こう5人選ぶとしたらこの食材、食材とりあえずスターティングメンバー肉、野菜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 はなしです。肉はあり、肉の部類はあり。この野菜を細かく聞きたい。じゃあウインナーとあと椎茸と、ウインナー椎茸、あとサンマ、サンマと、あとはそうですね、あと野菜だと、あ、でもあとイカ欲しいっすね。イカっすね。イカか。え、なんすか。惜しい。なんすか、なんすか、なんすか、なんすか。肉来ました。肉、椎茸、オクラ、山芋行くんすか。ネギ、これだけでビール飲めます。これだけでビール飲めます。じゃあオクラマジもうマジ美味しい本当に。そうなんですか。オクラ焼いて知らんしょ。これはもうみんなほら、もうほらオクラわらわらみたいになってるけどマジでうまいからオクラ。俺逆にシシトウ辛口食べれない。シシトウもそうなんやけど、オクラと山芋には勝てん。あ、
まあ、あと椎茸がね、こう傘の中に醤油ばっかり入れてね、シャンワイですよ。山芋も美味しいから、山芋だから今度バーベキューする時ぜひ山芋で、山芋オクラをちょ持っててください。だからね、山芋オクラをこう持ってきたら、あ、こいつできるなみたいな。こいつすげえ。どうする、肉焼き、肉巻き、山芋とオクラ美味しい。あ、もうそういうのも全然レンジャーだ。すげえ、すげえ。お、結構いるじゃないですか、山芋。山芋とかすごいうまいから、何やかんや。そうなの。だからもうミスターアウトドアだよ。飯盒で米炊いたりとかもできますか、ね、おっ、すげえ。こう、棒でこう、はいはいはい、グツグツ言ってるのが、こう、あれめっちゃうまそうじゃないですか。食べてみたいな。今度海とか行きたいですけどね。海ですか、行きたいっすよね、海は。あの、江ノ島行きたい、せっかく来たなら。あ、やっと来た。お、やっと来た。めっちゃ申し訳ない。やっと来た。真ん中ですか、俺。いや、真ん中は申し訳ない。遅刻者は真ん中ですよ。晒し者的な感覚なんですよ。本当に申し訳ない。なんかすごい偉そうに言って、この間は俺来てないって。あ、そうっすよね。しかも俺何もしてないですよ。今日カラコン入れてないんでコメント見えないんで。何ですか、荒らすだけ荒らして触れないかもしれないですけど、コメント。見えないんで。あ、俺寝起きなんで大丈夫です。何ですか、俺も寝起きっすわ。遅刻したら行く、行く、いえ、ミックさん一緒に。もう俺全然コメント見えてないから。え、そうなんですよ。おお、そうです、ね、先週はやってないとして、うん、先々週も2週間来てないですか、ね、あ、ヤンキー不良、ほんと不良。いや、それちゃんとほら、あのチンピラや、ほんとにちゃんと報告してた。親方、親方。いや、俺、報告すればいいと思ってるから。あー、なるほど。世の中ほうれん草大事。ありがとうございます。やります、やります。社会人としみたいなね。やります、やります、やります。やっと凍り方した。そろそろ卒業みたいなこと言われてますよ。いや、もう入ってますよ、ナンバーファイブ。さすが、さすが。いやー、うちのミックは違うね、やっぱり。やっぱり、やっぱ京介さんのおかげでございますわ。俺が育てた。本当に今の自分があるのは本当に京介様のお力。京介さんお願いします。俺が育てた。京介さん何気揚げ金っぽいイメージですもんね。そんなことないでしょ、絶対適当に言ったでしょ。それか体型で言ったでしょ。どういう意味や。エビスとかさ、あれなんだっけ、あの大阪の足の裏かくやつ。誰がビリケンやつ。そう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 。いや、言うほど最近で、しかもすごい食事制限してるんですよ。あら、もう基本夜仕事終わった後は飲まんか、あ、飲まんじゃ、食べんかサラダしか食べんか。え、でも筋肉とかじゃないんですか。じゃないっすね。最近落ちてきて、おっぱいできて。おっぱい。いいな。やばいなと思って。最近こう、あのお店の人とちょっと明治神宮球場。わかんないっす。その辺まで走ってきて。さっきからコメントで誰か俺にテルグイとかって。めっちゃグイグイさせられる。いいじゃないっすか。京介痩せたら京介じゃないって。もう俺もね、普通に売れたいんで、痩せますよ、もう。ミクの代わりにテル。そんな悪いって。いいよ、もうだって。さすが。さすが。やばい。これ一応、最近ゆとり。酒。炭水化物抜けばいいじゃんって言われるんですけど、炭水化物抜くってもうすごいっすよ。もうきつい。炭水化物のない食事は本当に見なきゃよかった。ワンピースのないジャンプみたいなとこありますから、ね、実際。ああ、マジで超きつい。米大好きだから。食べたいんだったら食べればいいじゃん。この間もね、なんかチャーハンを持ってきたんですよ、お客さんに。チャーハン、そうで、食べんかみたいな。おお、いいな。お、うわ
わ食べてーと思ってあのチャーハンの中の肉だけ食べました。チャーシューみたいなやつ。おー我慢した結果なんかかわいそうになってきたな。結構ストレスやばくないですか。グイグイ全然見えない。めっちゃグイグイなんか言われてテルもグイなんだ愛されてるな。テル面白くグイってやばすぎるよね。どんな面白くグイ鼻からグイみたいな。鼻からグイ耳からグイ。あ、なんかでも俺一回やりましたよ。マジですか。先輩にじゃあなんか女が面白いことやってって言われて、先輩が京介って鼻から京月まで耳から三霊出せるもんねって言われて錬金術すぎでしょ。いきなり言われた。まあ やってやろうがいいよみたいなって鼻から飲んだらすげえむせたって、まあ、ただそれなんですけど。かっこいい。じゃあ改めまして、京介それ鼻から飲んだ。なんかそんなに無理しなくてよかった。俺も京介さんも全く飲んでないって。やば、俺一人でちょっと飲んだ。いやもう寝起きでお酒はしんどいよね。いやなんだろう、真面目だ。真面目。ボーイやっとった時にそのなんか、はい、仲いい店同士でこう旅館行って、ほうほう、でこうみんなで飲むじゃないですか。飲み仲間なんでうわー飲んでみんなベロベロなんで、ね、次を朝起きてご飯食べに行くと俺の席に日本酒置いてあるんですよ、いっぱい。朝からかっこいいじゃないですか。ふざけんなよ。幸せですね。絶対飲めんくん朝から日本酒。もうただのなんか起きてまだ10分後ぐらい。しかもなんかアルチューのおっさんじゃないですかそれ。いやアルチューのおっさんでも朝から日本酒飲まんよ多分。え、秋田の人結構寝ますよ。みんなアルチュー秋田の人。1分前です。でこっからもうミックさんタイムみたいな。ミックさんタイムでないっすからね、実際に。いいじゃないっすよ。なんかもう身の程をわきまえてるんで俺は別に10分ぐらいが最適なんじゃないかなと思ったから20分に来たんです。何ですかその定義は。何を求めてるのかそもそも分かってるので。俺も分からん。本当にノリと空気だけだから。とりあえずラス食いで出勤時間に間に合う時間にヘアメイク予約取れました。イエイ。ありがとう。ヘアメイクさんありがとう。俺基本自分でヘアメイクしてます。すごい。ああそうですね。え次も出るんすねミクさん。えどうなんだろう。俺出るつもりなかった。やば、なんか今度出るんじゃないですか。ナンバーファイブいやいいじゃないですか真ん中に俺がいるから。来週もテルです。じゃあ今までありがとう。ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。